天理教皇は、日本の新宗教である、天理教の教師を養成する教育機関。1900年4月に開学。本科、先修科、第二先修科などの過程があった。また、旧制天理中学校設立の母体となった。関連教育機関には、天理大学女子短期大学部、天理小学校、天理中学校、天理高等学校、 天理教工学園高等学校、天理幼稚園、天理医療大学、天理看護学院、天理医学技術学校、天理教工学院がある。本科は天理教に関する高度な専門知識を身につけられる国内屈指の機関であるとして定評があり、天理大学を卒業して教人の資格を得た宗教家の卵が学ぶ実質的な大学院としての過程である。 また、先週下は、高等学校卒業者を対象にしていた。先週下に通う学生は、新雑メ書から通学した。天理教皇高等学校の卒業生も多く学んだ。一方で、天理教と関係ない一般の高校から進んでくるものもいる。天理大学以外の大学に通う学生が就職することもある。進路情報平成19年度高領高等学校進路。 状況専門学校、各種学校、若松学園工業高等学校、2015年3月28日閲覧、教育学専修終了後、教育学コース卒業後の進路、大阪市立大学、2015年3月28日閲覧、ありがとうございます。